ホスールティアは、スペインレケーティオ出身の元サッカー選手。ポジションは、守備的ミッドフィールダー。選手としては、アスレティックビルバオ一筋であり、プリメーラディビシオン通算348試合、公式戦通算400試合に出場した。2011年から2018年まで、アスレティックビルバオの会長を務めていた。ビスカヤ県、ビルバオに生まれ、 アスレティックビルバオの下部組織で育った。16歳だった1984年9月9日、UD サラマンカ戦でセグンダディビシオンのビルバオアスレティックからデビューしたが、プロ契約選手がストライキを行っていて、不在だったことによる。1987から88シーズンにはビルバオアスレティックで36試合に出場して4得点したが、チームは 西軍ダディビシオン B 降格となった。同シーズンにはトップチームデビューを果たし、1988から89シーズンには5試合出場、1989から90シーズンには13試合出場、1990から91シーズンには21試合出場と、徐々に出場試合数を増やすと、同シーズンにはトップチームに不可欠な選手となった。 タックルと運動量を持ち味とするミッドフィールダーであり、より攻撃的なフレンゲレーロを完璧に保管した。1997から98シーズンには30試合に出場し、2位で UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2000から01シーズンは21試合出場、2001から02シーズンは19試合出場と、30代になると出場試合数が減少した。 34歳となった2002から03シーズンには右膝を繰り返し負傷しリーグ戦出場なしに終わった。プリメーラディビシオンでは348試合、公式戦ではちょうど400試合に出場し2002から03シーズン終了後に現役引退した。現役期間中にはクラブ記録となる9回の退場処分を受けたがこの記録は2011年に フェルナンド・アモレー・ビエタによって更新された。2011年にはアスレティック・ビルバオの会長選挙に出馬し、現職のフェルナンド・ガルシア・マクアとの一気打ちとなった。ウルティアはマルセロ・ビエルサの監督将兵を公約に掲げ、54.36%の得票を得て会長に選出された。アスレティックの元選手としては4人目の会長となった。ありがとうございます。